にちは。こんにちは。今日の動画は What's in my phone? 携帯の中身は何なのかということで2人のスマホの中身を大公開していこうかなと思います。じゃあまずゆいちゃんの方から見ていきたいと思います。 Let's go。 まずホーム画面はこれはあの家族写真撮った時に、ちなみにその携帯は、あ、最近 iPhone を変えて iPhone 14 Pro Max 使ってます。そのケースも可愛いね。ケースティファイっていうところのケースなんだけど、可愛いでしょ。後ろミラーになってて、ハートみたいな感じになってる。お気に入りだね。そう、めっちゃ可愛くてお気に入りです。なんか特別なアプリみたいなの入れたりするの？ゲームとか。ゲームはドロップザナンバーっていう。ドロップザナンバー、どういうの？見して見して。ドロップザナンバーっていうのがあって、それはこちらですね。なんか数字を、それね。そう、私数字系のアプリめっちゃ好きで、同じ数字をこう足していって、おすごい、なんかやるんだけど、まあ脳トレになるのかはさておき、電車乗ってる時とかめっちゃ暇つぶしになるし、なんか今スコアが私めっちゃいっててね、最高75万。すごいのかなそれ。もっと上の人がいたらさ、やってる人いたら、ね、教えてほしいんだけど。教えてほしいよね。じゃあなんかアプリは、ゆいちゃん服のアパレル好きじゃん。アパレルっていうか服が好きだからさ。あ、でもね、アパレル関係は全部ネットでやってるの。結構、じゃあなんかネットで買ったりもすんの、お洋服を。買う。どういうアプリで買うの？アプリない、ネットで買ってる。なんていうサイト？だいたい私そんなにいろんなところで買わなくて、買うとしたらバイマー、ウサギオンライン、あとシールームリンで、まあミソルトっていうブランドやってるから、まあ基本的にはその4ブランドで洋服を、バイマーブランドじゃないんだけど、まあその4つで回してるみたいな感じで、ほんとたまにあのザラとかユニクロとかを取り入れてみたいな感じかな。なんかそんなに洋服大量に、なんか毎日同じ服が嫌だとか特にないから、まあ結構なんかそういう感じ。あとサトフル。サトフル、ふるさと納税やるもんね、いいちゃんよく。そう、めっちゃやるんだけど、でも最近は楽天のふるさと納税がおすすめ。種類がいっぱいある。サトフルもあっていいんだけど、楽天結構おすすめ。あのサトフルの中にあるやつもあって、サトフルにあるやつと楽天にしかないやつがなんか結構あるように私は感じる。でも入ってます、よく見てる。なんか税金対策にもなるしみたいな感じかな。あとルナルナは普通にあの高校生ぐらいの時からあの基礎体温を測ってるんだけど、なんかその自分の基礎体温を知っといた方がいいってその婦人科系の先生に言われて、そっからなんかルナルナ入れてずっと記録してる。いつ生理が来て、いつ生理が終わってみたいな。自分の周期を知るためにも。あ、そうそう。でだからなんか婦人科に行った時にもそのなんか結構記載するところがあるの。なんか最後の生理はいつでしたかとか、なんかその前の生理まで聞かれたりするし、基礎体温は結構重要らしくて、どこの病院でも絶対に聞かれるから、そういうのを結構記録するのに使ってます。じゃあ女性は結構やってる人が多いのかな、このアプリは。でもなんかメモに書いてる人もいるらしいんだけど、私は書くの好きなんだけど、まあ、アプリの中の方が楽だし、生理に関しては管理しやすいかなと。だから私最近さ、手帳ももともとさ手書き派だったけど、確かにずっと書いてたね。そうだけど最近なんか外行った時にバッグが私小さいから手帳を家に置いておくことが多くなってしまって、なんか外で予定を聞かれた時にすぐに答えられないっていうのがすごい難点だなと思ってたのね。あ、確かに。そうだから最近アプリを変えて、カレンダーのアプリを入れたんだけど、この中のね色とかあと柄とかを変えられるの。こういうなんかテーマカラーとか言って、こうなんか紫とか黄色とかこういうのに変えられるっていう。で私はまあピンクにしてて、あとカスタムでなんかこの収納とか選べるし、プラスアイコン着せ替えっていうのがあって、うん、私今これの水色のこれにしてるんだけど、変えようかな。これに変えとするじゃん、赤に変わるので、なんかまあ縦スクロールで月を見たいか横スクロールで見たいかとかっていうのも作れたり、あとこのね背景を変えられるんだけど、ギャラリーっていうここのところにいっぱい絵があって、この背景を変えられるので、例えばこのこれにするじゃん、設定ってやって戻るとこうなる。かわいい。それかわいいでしょ。こういう感じでなんかその背中部分も変えられて、結構私はお気に入りで使ってます。
あとは結婚式で式場におすすめされて入れたのがこのピンタレスト、なんかストーリーとかのフリー素材みたいなのがいっぱいあって、へえ、いっぱいあるね。そう、なんかこういうやつでストーリーアップしたり私はしてます。ただなんか物によっては使っちゃいけない画像もあったりするらしいんだけど、でも基本的になんかこっから今私がやってることはその結婚式のイメージとか、なんかこういう感じのドレスが着たいとか、そういうのを全部なんかこの中から見つけて、まあこうやって画像保存したりすることができるから、こういうのでストーリー更新したりみたいなやつをやってますね。うん、あと駅検索はいろいろ使ったけど乗り換えナビタイムが一番やりやすい。あ、そうなの。で見やすいと。俺も変えよう。なんかさ、それ俺のやつとさ比較しても、なんか俺のにのないやつがさそっちにあるじゃん。うん。しかもそっちの方が早いみたいなのもあったからさ。これは俺も変える。私はずっとこれ使ってるんだけど、本当にこれめっちゃいい。あと私ずっと入れてるクラシルっていうアプリがあるんだけど、これは本当によくゆいちゃん料理どうやって覚えましたかとかっていうメッセージをもらえることがあるんだけど、本当になんか一番最初の大学入ったぐらいの時からクラシルずっと入れてて、今でもなんか変わった食材とかを見つけて買ってみた時とかにどうやって使ってるんだろうとかって言って、食材をここに例えばじゃあなんかこれ例えばおかひじきとかで調べるじゃないですか。で検索ってかけるとそれに関する料理がめっちゃ出てくるの。え、すごい。そうだからなんかこういうのでなんかちょっとアドバイスもらって、これを全く同じものを作ったり、それとちょっとアレンジを加えて作ったりするので、なんか基本的にはこういうやつでハンバーグとかもそうだし餃子とかも全部作り方が載ってるから、一回クラシルの中で調べてそれをなんか作ってみたりしたらお料理が楽しくなったり、なんかそんなにこうなんでこれどうやって作ったりしたらいいんだろうみたいなのを考えなくていいかなと思う。はい、続いて僕の携帯の中身を紹介したいと思います。僕はまず紹介するのはサッカー関連かな。まあ、まずサッカーの情報を見るときにこのスポーツナビっていうのをよく見て、なんかいろいろ情報を得たりとかしてますね僕は。で、あと試合が始まるだいたい5時間前ぐらいに必ず俺がやるのはなんか眼球トレーニングっていうのがあって、アプリに僕がお世話になってるトレーナーの人に紹介してもらったんだけど、このザ眼球トレーニングっていうのがあって、これね、このこれで目をトレーニングするんですよ。これでこういうのをやって、これ1分間ひたすら見て、これはそのボールの距離感をちゃんと目で見て判断するっていうのとか、このアプリの中4種類あるんだけど、あとこのこれだね、横の動きをずっと目で追ってボールを追うみたいなやつとか、あとこれだね、今自分が一番苦手としてるのはこの数字覚える、結構覚えられるようになってきたんだけど、すごいその動体視力ってサッカーでは大事だなって思ってて、これをやるようになってからはなんかクリアにボールを見ることもできるようになったんで、かなりおすすめかなと思います。で、この眼球トレーニング終わった後はこれだね、目力、これは脳に刺激を与えます。で、これは西大吾さんが YouTube でやってたやつなんだけど、でこれを自分取り入れたら面白そうだなと思ってやってて、まあ単純なやつなんだけど、これはなんか数字低い順番にやっていくだとか、まあ、あとはなんかこの同じ柄を2つ選んでいくみたいな、まあ、めちゃくちゃシンプルなんだけど脳に刺激を与えるっていうのすごい大事だなって感じてるので、今年からめちゃくちゃ取り入れるようにはしてます。この2つは特におすすめです。はい、それはやってるとやってないでどれぐらい変わったの、自分的に体感的には。いや、この眼球トレーニングに関しては俺右目があんまり良くないじゃん、うん、目って結局超大事だからだと思ってるの俺は。動体視力とか結局目で判断するから、うん、目でちゃんと見えてないと脳にも刺激入らないし、うん、一番最初に情報をキャッチできるのが目だから、すごい俺は大事だと思う。うん、じゃあさ、それをさやった後さ目がさ、え、マジでなってる？え、やばいよ、もうガン開きしてるいや、ガチガチガチ。いや、本当？え、これマジで？でも太郎くんさ、いつもさピッチ入ってくるときどんな顔しているか知ってる？こんな顔。違うよ、やってあげ、映っていい？いいよ。ゆう太郎くんの真似ね
絶対ガン開きの顔じゃないよ。じゃあでもマジで本当になんかいろいろクリアに見えるからね、これやるの超大事だと俺は思う。そうだよ、顔いい顔してるよ。であとはなんだろうな、まあこれとかかな、 Kindle。 ちょっと最近読んでないなけど、 Kindle でちょっといろいろ今読んでるのがこの星の王子様寝る前に本読んでるよね太郎くん。そう、 Kindle を買って前に、まあ、寝る前にまあ20分ぐらいだけどね読むようにはしてます、心がけてます。はい、であとはなんだろうな、あとねこれはね楽天経済圏、俺楽天証券、楽天銀行、楽天市場、楽天ペイ、楽天カードとかも全部楽天にしてる。なんでかわかんないけどかっこいいなと思って。でこのメルセデスミーっていうアプリがあって、ベンツを持ってる人が使えるアプリだと思うんだけど、この携帯でこのロックを解除できたりとか、だから外にいる時にあ今日暑いなと思ったらこの携帯でエアコンを入れれたりとか、あエアコンはなんか課金しなきゃいけないらしいんだけど、車がちゃんと扉閉じてるのかとかチェックできたりとか、だから鍵閉め忘れたとか窓を開けっぱだみたいな時とかも携帯で閉めれたりできるし、ハンドアも確認できるよね。あそうそう、え車どこやったっけって思ったらこれで車の位置とか見れたりとか、あタイヤの空気圧とかもチェックできるから、これはね超便利。あいいアプリ見つけた、サウナ行きたいっていうアプリの、あの知ってる？ゆうちゃん知らない。都道府県とかキーワードとか入力するとなんかその近くのにあるサウナの施設とかバーって流してくれたりとかするから、うん、これは超便利だね。サウナ大好きだもんね。サウナめちゃ好き。そんな感じかな俺の携帯は。あんまりなんか面白いのが入ってないけど。そうだね、全然面白くないね。全然面白くない。そんな感じだね。はいはい、以上が僕の携帯となります。はい、ありがとうございました。ラブくんのおすすめおやつはこちら、口臭ケアのおやつでございます。ではラブくんの技を見せたいと思います。はい、おまけです。離して、おさりタッチ、よし、まる、握手、違う、おさり。はい、いかでした。ということで、私たちの動画は今日以上になります。見に来てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あれ、ね、いいって言ってないよ。はい、いかでした。じゃあまたね、バイバーイ。